僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキのことくんぴーです。最近買ってよかったもの、発表会珍しいほど出てますね。自分で買ってよかったもの。珍しいほど。うん。それなんか健全だね。すごいな。こんな企画をやるようになっちゃったのみたいな。うん。買った買ったものを見に行きたいっていう時間が、うん、はいはいはい、そうですね。買ってますか？何よ雑な宣伝。そもそも買ってないと成立しないです。いや、そう、ね、この曲何かをね買ってますか？何かしら買ってるよ。買ってますか？これ良かったなとかね、ありますね、うん、これだいぶ人生変わったなみたいな。ああ、うん、そうね、便利なもんだったり。そう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 、ね、まあ、一発目、僕いきますわ。はい。ドライマンゴー。ドライマンゴー。いいね。ドライマンゴー。そんな好きだっけ、マンゴーって。いや、これがね、フィリピン編でし、はい、レンタルブスで助けに行った時に、うん、その、帰りにまあお土産買うかって言って、スーパーに行ったら、うん、あ、もうフィリピンで作ったそのドライマンゴーみたいな。うんうん、いっぱいあって、まあ、あったね、いっぱいね。これ買って帰るかみたいな、うん、言って帰ったら、すごく美味しくてさ、うん。そうそうそう。確か、あの時僕たちは普通にドライマンゴー買って、うん、ワルダも買ってたと思うんですよ。うん、買った買った。そう、で、古川さんが、うん、なんか、ドライじゃない、なんか、みんな、キモい果物みたいな作ってた。甘ちゃないし。そうね、なんか、バーコードとかついてないようなそうそうそうやつをなんか見つけられて。スーパーの、そう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 。で、まあ、美味しくて美味しくて。うん、で罪悪感がねえんだな。ドライだからさ。そっかそっか、うん。そんな糖分とか取ってるって感じもしない。感じもしない。実際めっちゃ取ってるらしい。実際すごい。そうだよね。美味しいんだから。そうそうそう。まあ、ヨーグルトに入れたりですとか。うん。ドライマンゴーを食べて人生変わりました。相当美味しい、ドライマンゴー。うん、たまらないね。ああ。さすがにこれ食べ過ぎちゃうと思って。うん。今やめてる、ちょっと控えてるんですけど。うん、またあったら買っちゃうな。うん、ああ、そんなに。うん。で、やっぱフィリピンの方が、大きかったね。はい、一個一個。ああ、粒というかね、身が。そうそうそう。大きかったなとかも思いつつ、うん、うん、前のフィリピン産のやつを買ったりしてます。うん、ドライマンゴー、うん、おすすめでございます。本当に買ってよかったもの。私がこれまで良かったですね、うん、緑が出してるダンボールカッターですね。お、ダンボールカッター、はい、ダンボールを切るためのカッターです、うん、これ素晴らしかった、これ。うん、あの黒い、うん、なんかこういう磁石で付けたんだけどね。ほうほうほう。これを段ボール届くとさ、うん、まあ基本的に手でこうバッて開けたりとか、そうね、ハサミがあればハサミでやるとか、うん、そうそう、まあ僕基本的に包丁で開けてたんですよ。危ない。ナイフとかないから、そう、うん、包丁でザクザクって、うん、でもそれ危ないなと思ってる時に、うん、それこそなんだ、蒼井優さんかなんかが、うん、私の人生を変えたぐらいいいものってテンションで段ボールカッターを。ほうほうほう。あって、これがあると、スーッと段ボールを切れて、うん、宅配がたくさん多いから、うん、とっても助かってて、3つも買っちゃった、みたいな。おぉ。葵優さんが3つ買ったってことは、僕も1個ぐらい買ってもいいな。うん、確かにね、葵さんが1個だったらまだ、そうそうそう。軍費は買わないかもしれない。そうけど、1個買ったらとっても良かったんだ。おぉ。うん。なるほどね。3つ買いたいと思うぐらい。確かに。そうか、買い物のための買い物ね。そうですね。うん、でも、すごく利便性が上がりましたよ。うん、これは。もう本当に段ボール開けるのって実はストレスだったんだっていう、カッター開けるのって、うん、このスースー、しかも刃物もすごいちっちゃいんで、うん、その危険じゃないっていう、ね、あ、なるほど、刃先が、はい、うん、ダンボールカッターおすすめでございます、うん、あとこれはですね、プレゼントで、うん、確かね、山田ボールペンにプレゼントしたものなんです、ね、あげたもの、はい、はいはい、誕生日にですね、うん、ライターを、うん、ボールペンさんの喫煙者でございますからね、はいはい、ライターを買ってあげたんですけど、うん、これですね、ワルサーの拳銃の形をしたライターですね。ワルサーね、ルパンがワルサーを使ってるね。はいはいはい、あの拳銃ね、うん、カチャコって言って、うん、カチャって火がね引くと、はい、からシュボッと火が出るっていう。あ、で、それタバコにこうシュボッとこうやって火がつけるっていうのが、ちゃんと動作もリアルなんだ、ここ。そう、あったりとか、そうそうそう。うん、
これがやっぱ面白くてね、うん、やっぱボールペンがやっぱその急にタバコ吸ったとしたら拳銃取り出してガチャガチャってやって、うん、こうやってブショッと面白くてしょうがない、うん、なと思って送って、うん、ボールペンさんもこれは嬉しいですなんて言ってる、うん、これやっぱ一個良くないのが、うん、あ外で使うと、うん、銃刀法違反と間違いやすい、うん、絶対そう見えちゃうよ、うん、そんなリアルなカチャってそうそうそう喫煙所で急にああ騒然とするよ。そうそう。まあ、銃刀法違反のものではないけど、うん、疑われるのもやっぱね、迷惑になっちゃうから、そうですね。なるだけ家で使ってくださいっていうふうに、ね、うん、ボールペンには言ってますけど。あれ、使ってくれてますか？まあ、もちろん使ってます。あ、本当ですか？確かにね。でも、重いんですよ。重さもあるんだ。現状だから、現状だから。そうだね。タバコこうやって片手でやんなきゃいけないでしょ？そう、重心がずれる。こうなっちゃう。危ないね。確かにね、うん、でも豚ゴリラ気分も味わえるしね。うわぁすげぇダーなに俺とんがりよとんがりよって窓から飛び空間に消えていくモールペンには今年もね、実はあの、うん、ライターを、ジッポをね、おう、ジッポプレゼントしてます。あれ使ってくれてますか、うん、あれ使ってないです。買ってないって何ですか？え、いいんじゃないの、ジッポのライターなんて。もういい、はい、俺が忍者の格好してなんか決めてるやつの写真が撮れてちゃんとオーダーメイドで作ってもらった写真貼ってくれんだ。ジッポ会社にそのラスト忍者っていうラスト忍者ってタイトルで作ってもらった。タイトルとかあんの？ジッポってパッと開くじゃないですか、はい、うん、こうね、開くね。パッと開くと、俺の首が切れるんですよ。ここでこうなってんだ。そうそうちょうど写真が。そう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 。そうそうなんです。とかは良かったなって。ボールペンにね、送ったぞっていう、ね、うん。はい、おすすめでございます。はいはいはい。マジのやつ。はい。うん、マットレス。おぉ、マットレスのですね、うん、Mリリーっていう、青いマットレスがあるんですけど、はいはい、これ私使ってましてですね。うん、これで僕に来た時に青い布団があったと思うんですよ、ね。あったあった。もともと僕はもう敷布団を十何年使ってた。うん、そうだね。もう汚いのを、まあでも捨てないでずーっと、うん、新しいの方はそれ上に足してってっていう、みたいな。1000円、2000円の敷布団を、うん、まあ、それでやっぱ腰が痛くなっちゃったりとかして。うんうん、で、なんかまあいい布団買った方がいいんじゃない、せめて敷布団とか、うん。で、僕ベッド苦手なんですよ。ああ。その落ちちゃうから。なるほどね、危ない。で、まあ、マットレスみたいなのを探したら、うん、なんか、デブマットレスみたいな感じで調べたら、デブのマットレスはこれみたいな。決定版みたいな。が、このマットレス、うん、M リリーってやつが、うん、その、低反発と高反発ってあるんですよ、うん、マットね。うん、で、低反発ってのは、うん、まあ、あんまり反発がないから沈み込む。そうね、うん。それはそれでいいんですよ。うん、で、高反発ってのはあんま沈み込まない。うん、だから、ちゃんとこう押し返してくれるとかね。そうそうそう。うん、低反発に、うん、結構体重が重い人がやると、うん、結構その沈み込んじゃうから、うん、その体が変な形のまま、うん、寝てしまうから腰を痛めてしまったりもする。低反発がいいわけではない。そっか、床になんならついたりもしたりするかもしれないっていうね。うん、逆に高反発も逆に、うん、その太った人はいいけども、うん、痩せた人が高反発。うん、やるとあんまり沈まなくてあんまり気持ちよくないっていう。そうね、体まっすぐで寝れることになっちゃうね。そうそうそう、じゃあどうすんのってなった時に、うん、これはですね、U 反発というですね、うん、低反発でも高反発でもない、うん、その中間の反発を目指したベッドでございまして、これがちょうどいいですね。太った人には太った人分の反発があるし、痩せた人には痩せた人分の反発になるっていうことらしいんですよ。なんでこれになってから腰痛は一回もなくて、これ、かなりおすすめを私はしておりま す, です、ね、はあ、はいはい。足草は大丈夫？足草はみんな知ってる？足草のグランズレメディーはもうさすがに知ってる？足草の、知らないよ。何足草、何足草って何よ、バレクサみたいに紹介してる。足草。僕足の匂いひどかったじゃないですか。ああ、靴脱いで上がったらもう臭いです。お帰りください。ってね。覚えてるよ、お前。その僕が脱いだ時にさ、その、うん、臭いでも、面白い匂いって。違う違う違う。違うよ。そんな、絶賛じゃないよ。違う違う違う。絶賛のつもりもない男な。なんか面白いですね、違う違う、この匂いって。家入ってきて、滑稽な匂いですね。そうそう、なんか匂いが、それも、くしゃじゃなくて、なんか、毛の匂いすんな、みたいな。匂いしたから、その、匂いでなんか笑い取ろうとするのやめてっていう。全然違った。そうだよ。めっちゃに、太鼓判はしてないのよ。確かに。
一時期そうだね。それで軍ピーがうち来るときはもう軍ピー用にもう軍ピーがそのままこれ履いてくださいっていう、なんだこうトイレ掃除の時の靴を用意しといて、お風呂とかお風呂掃除とかね、あのゴム靴みたいなのを、そう大きいやつわざわざ買わされて、その土屋金に置いてそれ履き替えてねまず足を洗った後みたいな、そうね、裸足でこう靴下で出歩かないように自分の部屋踏まれたくないからすごいだろうね。あと匂いもね出てくるし、うんこさせてくれなかった人うんこコンビニ行ってくださいそうね、トイレ詰まらせるからスプーン使いたいです、50円です、ね、すごいやつですよ。スプーンも手間がかかるからだった時期もそうですよね。そんな僕、まあ、要は足の匂い気にしてる僕が一切今、どうですか僕の匂いまあ、匂いはしてこないわでしょ今サンジみたいにどうですかこっからのブク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 、何がサンジみたいな、足だけ見えてる感じじゃないですか、何がサンジなんだよすいませんね、サンジの真似しまって、サンジ一斉にね、敵の脱ぎ払うときね、はいはいはい、手配書払われて草足って呼ばれて草足草足の軍備、ね、グランズレメリーというコーナー、うん、まあ、伊集院光さんが結構前に紹介してましたね。おで、これを使って粉を靴にかければ、うん、靴に、うん、毎日かけて、うん、7日間かけたら、うん、その後半年かけなくていい、もう一切臭くなくなるから、はあはあ、っていうね、これかけてから全く臭くなくなって、へ、うん、なんでかわかんないけど、うんうん、普通に白い粉なんだけど、うん、そう、これがないともう生きていけない、これを切らせないようにしてますね僕は。確かにそんな変わるんだね。 そうなんですよ。中華麺なんか僕に来た時にこの粉かけてあげようねってやってく気すんな俺勝手に粉をかけてあげよう、勝手にそうだ、玄関に靴置いといたら粉が入ってそれこれですよ、うん、で臭くなくなるわけですよ、まあ、菌を殺してくるんでしょうね、うん、それに体に害があるものではないという、うん、それ粉はなくなるんですか自然と。なくなる、まあ、歩いてればなくなります。おそう、ちょっと歩かないと、うん、その靴下に残ったりとかするんですけど、ちょっとほんと歩けば足の汗で、うん、溶けて、うん、あ、そっち上がってもないっていう感じでございます。さあ、土岡のパターンです。はい、何がおすすめなんだい。僕は良かったのはですね、はい、バスタブトレー、バスタブトレー、はい、っていうものがありまして、うん、あの、まあ、バスタブ、まあ、お風呂入るときに使うものなんですけど、うん、あのお風呂で、まあ、要はタブレットとかそうスマホとかを見るための台、ね、うん、へー、うん、これが、まあ、僕買ったときが、うん、まあ、2000円ぐらいだったんですけど、伸縮する素材になってるんですけど、バスタブにかけれるんだ。あ、そうですね、カゴの、まあ、脇がこう、なんだろう、こうなってて、で、こいつがこう、こう、伸縮するんで、自分のお風呂のサイズに引っ掛けて。まるで間抜けな。引っ掛けて、で、このカゴの部分に、まあ、僕はタブレットを、まあ、なんだ、ちゃんと防水のケースに入れて、入れたりとか、まあ、で、別に、例えばお風呂で飲み物飲みたい人は、ね、なんか、めちゃくちゃいいじゃん。でもいいし。確かに、僕も時々ね、見たんですけど、うん、どうしても手で持ったりして、見なきゃいけないから。うん、嫌で、あんま結局、うん、それを置けるわけでしょ。そうですね。素晴らしい。確かに。そうそう。だから僕も、まあ、お風呂とかリラックスするのに、湯船結構20分ぐらい入りましょうみたいなのを調べてみて、でも20分もね、何にもなしで入ってられないよなと思って、ね、で、そうですね。で、これ買って、言ったタブレットでドラマとかアニメとか見てれば、まあ、1話見ればいいもんね。うん。全然20分とか入れて、こう体も温まってスッキリするし、はい、うん。で、あと、これで言ったら、お風呂の中で叫ばなくなって。そうなのか。もともとね、ですね。だからお風呂、だから僕、まあ家の中で叫んじゃうんですけど、その、大体だから、はっとかね。え、こう、ほって言うのもう言うし、なんか。この大将の。シャイ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 やーいっっ沢村じゃん沢村キックのとかを、うん、そう僕やっちゃうったのかですけど、それ風呂でだけはお酒飲みだったら沢村になるかも。沢村土岡みたいなやつだ、あれが、うん、だんだん体が足になってだんだん呪いかけられて土岡だったのかもな、沢村って元は、うん、で、そうだからいろんな叫び方をしちゃうんだけど、うん、お風呂ではそれ叫ばない、アニメ見てるからおとなしいんだ、うん、それでもいつ買ったの、いつですか買ったのは、でも結構もう、うん、だここ
3年以上住んでるけど、だ2年以上は使ってるかな。ええー。嘘つき。嘘つき。聞こえてきますよ。嘘つき。ね、ですけど、まあ、だから多分アニメが見終わってたタイミングだと思う。そうなの、隙ができたら隙ができちゃうんだ。そう、ね、そう、だからそう、僕は基本だから昼間に叫ぶけど、うん、その街中夜叫ぶからそのはい、はい、最近だからもうどんどんひどくなってきて、街中の叫びが誰が言ってんのうるさくて、この間そうだ、僕がちょっと昼間にいつもより叫ぶ日があったんですけど、誰が言ってたのじゃあ、だから町田に本当うるさかったわ今日って、ね、でもう一人のね同居人鉄太郎さん帰ってきたら、いやこいつめちゃめちゃうるさかったんですよ今日昼って、ちょっとさすがにムカついたなみたいな町田が言ってたんですけど、でその日町田夜ずっとうるさくて、なんかお風呂入りながらあーって言ってお風呂入ってるから終わったーって言うんですね。そう、しかもなんだよ、そうそう、なんか、ね、ネガティブな感じ、目叫ぶから、そうだから僕は言っても昼にうるさいけど、でも昼の叫び声、その普通ので、まあ、昼にこんな声うるさいよっていう声で叫んでる、で町田が夜に、いや昼間だったらいいけど夜はそれうるさいよっていう声で叫んでて、確かにボリュームで言ったら僕の方がでかいんですけど、わかんないって、でもどっちもダメなんだよ、時間帯での悪質さで言ったら町田の方が悪質、そうなんだ、そうで僕は夜はだから叫ばないようになってきてる、お風呂で、ああそういうことね、ドラマとかアニメとか見てる時間はそうなんだ、まあ、町田夜勤とかしてるからね、あ昼寝てるから、あそうだ、ね、それはかわいそうです、うん、そんな気もしますけどね、うん、他ありますか、ね、あとはマッサージシート、マッサージシート買いまして、まあ、マッサージチェアの、まあ、安くて簡単なバージョンなんですけど、ちょっと持ってくるか、これが、まあ、こういうね、例えば座椅子とかに置いたら、はい、これをこれでマッサージチェアになるっていうものですね。ああ、うん、これで座ったらこうグイーンってなるんだ。そうですね。だからこの茶色いこれだけだと、まあ全然自立はしないんですけど。なるほど、座椅子ありきで。座椅子ありきでなるやつで、これが結構なんだろう、本当気持ちいいですね。その、まあ、僕割と背中痛くなりがちなんですけど、リュックとか背負ってて、うん、それが結構これで回復するし、へー、うん、でなんか贅沢してる気持ちにもなれるんで、なるほど、ね、これ結構いいですね。ちょっとこう、ただまあ、ね、ゴリゴリすぎはするんですけど、まあ、ちょっとお安めのやつを買ったんで、かなり、うん、そうですね、ね、このすごい、うん、押してくる足が閉じ込められて、ハンマー裕次郎の入ってくるみたいな、直前の感じは誰かいる感じはするが、うん、そうですね、だからちょっと、うん、なんだろう、クッションかましたりとかして、はあはあはあ、柔らかくした状態で、まあでもこのマッサージチェアって青天井に高いけど、うん、それに比べてだいぶいいですね、そうですね、これだから多分僕買った時1万4000円とかで、はあはあ、そのまあ買える値段だったんで、なるほど、うん、これ僕も買ってくれませんでした、これに近いもの、あ、そうですね、そうだ、グンピーのなんか誕生日に、そうですね、これのなんかまたバージョン違うやつかな、土を買って、うん、誕生日、うん、ギムみたいなの送ってくるんですよアンドリーで送ってきました、僕が2月でグンピー3月 で僕が1ヶ月先に誕生日プレゼント何かしらもらっちゃうから、あげるよ、そう、もちろんそのありがたいってのはあるんだけど、と同時に、あ、ってことはじゃあそうか、1ヶ月後には今度こっちが何か用意しとかなきゃいけないかって、なお返しだよねで極めて感情がこもってない、なんか、うん、アマゾンで買ってきました買ってきますよ、うん、買い方はみんな一緒でしょ、でもいや、まあ、その手渡しとかじゃなくてさ、うん、その実はとかじゃなくて、ああ送ってるんで、あ、明後日ぐらい届きますそうね、家にね届くように届いて後に言われたこともあったし確かにそうだ、軍兵がなんか一回僕が言ってなかったから、その軍兵がなんかついになんか住所特定するやばいファンが出てきたんだって終わったと思った前にダンボールがあるっつってそうそうそう終わったと思ってましたねはいはいはい、これでもいいですね、うん、これはいいですね、なるほどなるほど、うん、そしてあとはまあ洗顔ネットですね、わかります、あの顔洗うときに、まあ、洗顔料、あ、そのネットね、うん、サザンカネットじゃなくて、あネットワークとかじゃなくて、あ、スルメの施設取る、会場取るときに、うん、ちっちゃい和室ね和室を2000円で借りて、うん、ライブやったりとかしてましたよ、商工会館取るときに必要なサザンカネットじゃなくて洗顔ネット、あの顔洗うときに、まあ、洗顔料を泡立ててお風呂でね、はいはいはい、洗ったりするけど、
その洗顔ネットっていうものがあって、それに、まあ網ですね。網にこう、ちょっと2センチぐらいニュルって出して、はあはあ、まあ水とか上とかかけてやると、めちゃめちゃ洗顔泡立って。はぁ、あ、手でやるよりも早くできる。そうですね。で、しかも、もう手じゃ絶対そこまで泡立たないってとこまでもっこもこに泡できるんですよ。なるほど、なるほど。うん。で、白いくこう、泡泡になったのを顔に塗って、はぁ、あ。で、やってから割と、ちょっと肌綺麗になったね、みたいなこと言われるようになって。あぁ、うん、白子が肌綺麗になったのって言われてるとこよく見るわ。確かに。肌切れるかわかんないけど、うん、言われたとこよく見る。が、結構これが多分今までやってた洗顔って全然違ったなって。へぇー。荒々しかったんだって思っちゃって。あ、面白い。うん。なんか本来、なんかいい洗顔の仕方、顔の洗い方って、なんかこう手が触れない方がいいらしいんですよ。はあ、はあはあ。で、泡をこうバーってやって、こうやって塗りたくるような感じで手が触れちゃうのは良くなくて、本当にモコモコの泡作って。摩擦が良くないから。うん。いや、バキドーチャンネルらしす、なさすぎるというか、うん、すごいな、バキドーチャンネルってなさすぎる。ね、うん、色の話題を、こんな真剣にお願いするなんて。あとなんだろうな、まあ、うん、まあ便利で言ったら、ね、食洗機はめっちゃ便利でしたね、買ったら。食洗機自炊とかするんでしたっけ？いや、自炊はしないです。いや、だって。ナッシュ弁当って全部プラスチックで、うん、食べ終わったらゴミ箱に捨てるわけですよね。うん、でも、お箸、お箸使うから、ちょっと。そのたび使うし。おかしいって。ね。マジでおかしい。うん。で、ジュース飲むのにもコップ使うし。ね。うん。そう。いや、あれは主婦の方とか、やっぱりいろいろね、家族の皆さんがこう、うん、どうして汚れてもいろいろあるとか、うん、それが大変だってことで、その時間を貸すために買うイメージがあるんですけど、うん、どうしても。いや、でも僕も時間短縮に。箸とコップでしょ？箸とコップとか。でも他もそうよ。だからお米チンしたタッパーだったり。ね。あと、何コンビニで台湾混ぜそばとか買ってきた時にお皿も使うから。うん、はいはい。ファミマのうまいやつね。うん。うん、そう、だから食器類は、結局だから洗うのめちゃめちゃ億劫で。ってなると、ウーバーとかで、うん、もう丸っきり器とかも、ね、ウーバーだったらプラスチック容器とかもついてくるから、うんうん、もうそういうので済ましちゃうかってなって、言ったら、ね、それでこう、ファストフードとかばっかり食べちゃって、ね、ハゲてとかにも繋がるわけで。はいはいはい、はい、うん。っていうのを、ちょっとでもだから、家でご飯食べようと、自炊しない人間なりにって、そう思った結果、どんどん食洗機で、なるほど。洗ってる。あと、まあ、アマゾンで見つけて、ほんと楽しかったもので言うと、謎解きゲーム。ほう。ね、家でやれる謎解きゲームのキットみたいのがあって、それで買った、アリスと謎と暗闇の物語ってい いう、まあ、家でやれる、まあ、謎解き脱出ゲームがあるんですけど。一人で？これが、まあ、一人でもできるし、まあ、何人でもできる。まあ、ルームシェアもあるし。うん、協力しながらもできるやつで、必要な道具が入ってるんですけど、プラス、LINE をつなぐんですよ。ほう。LINE をつないで、この、まあ、物語は、まあ、暗闇の世界にさまよってしまってるアリスを、うん、まあ、こっちで謎解きながら、アリスに、じゃあ、ここの答えこれだよ、みたいなのを教えてあげるんですけど、うんうんうん、それを LINE で送るんですよ。うわー、はいはいはい。ここ脱出ゲームであるやつ、ね。うん。それをやれるんだ。そう。LINE で送ったり、あと、アリスにここ調べてって思ったら、それを送ったりとか、するのをずっとスマホでやってって。すごい。へぇー、うん、すごい。ハイテクとね。そうですね。うん、で、ちゃんとでも、それが自分で本当に、このキャラクターのアリスと対話してる感じになるんで、まあ、面白い、中にも入り込めるしで、はい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 、そう、これすごいこう楽しかったんですけど、もういいじゃない、うん、でこれ、まあ、言ったら、まあ、人に貸せるから貸そうと思って、うん、でじゃこれなんかやってよって、まあ、芸人の友達に貸して、うん、したら、あ、じゃあなんか多分これじゃ家で彼女とかとやるのとちょうど、ね、ちょうどいいんで、あ、なるほど、ちょっと彼女とじゃあやってみますって言って、うん、持ってってくれたんですけど、その何ヶ月貸して返されて、あ、で、あ、どうだったって言って、ね、うん、彼女とやれたって言ったら、あ、途中で別れちゃって、今アリスずっと暗闇の中にいます。悲しいな。悲しいな。そうね。だから、まあ最後までやってほしいけど。そうだね。うん、そう、別れない人とやった方がいい。そうね。本当に些細なもんで言ったら、ふりかけとか、あとお茶漬け飲むと長谷園のベタな、うん、あれとかを、なんか、そういえば、ちっちゃい頃実家で食べてたけど、なんか買わなくなったなって思ったやつとかを買ったら、あ、これめっちゃご飯進むと思って。ね、わかるわ、うん。お茶漬けふりかけうまいよね。うん、こんなうまかったかっていうね、うん、いや。要は外食も慣れてしまったわけじゃない？うん、そうだね。そうそう、だからそういうふりかけとかじゃ満足できないような気もしたけど、あ、うん、いざふりかけで
食えちゃうよな、うん、うまいんだから本当に。でしかも余計ななんか夜食って買いに行かずに、あもうご飯でお茶漬けで、ね、いいよね、ちょっとヘルシーに済まして。俺すき焼きのふりかけ好きなんだ、あれうまいんだよな、うん、いいよな、おいしい。せっかく今日バキョーチャンネルスタッフが全員いますので、うん、それぞれちょっと買ったものぐらいあるだろうということで、うん、聞いてみようってなもんでちょっと聞いていきましょうか。確かに聞きたい。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。